終了のアンケートの動画になります。今回参加したきっかけです。これについては、ゲームについての見識を深めたいと思ったため、今回のインターンに参加させていただきました。次に、インターンを始める前の経験ですが、ゲームに関してはちょっとプレイヤーとしての立場からしかちょっと考えたことがなかったというのが、はい、インターン始まる前の、経験になります。で、インターンシップ中の内容なんですが、主に動画と記事の作成をしていました。でそれらを午前中に終えてから午後は自作のゲームの作成に当たっていました。はい、でインターンシップを終えての感想です。午前中の記事作成業務ではこう社会人がいかにこう時間内に終わらせるかという点について、シビアな考えを持っていることを、はい、学べました。でまた、自作ゲーム開発で企画書の作成の段階から取り組ませてもらえたことっていうのは、やっぱ将来自分がこうゲーム会社で就職考えているんですけれども、まあ、それに大きな収穫となるような経験をさせてもらえたなと強く思っております。以上です。